あ、そうですか。行ってらっしゃい。いいえ。じゃあまた、あの、皆さん。はいはい。はい、はい。ビーストたちは生き物なので、人間と同じようにライフサイクルがあるんですね。冬から春にかけて、レオ・ヤンセンさんはオランダの丘の上にあるダムで新しいビーストを作り始めます。そして風が穏やかに